皆さんこんにちは、ネイリストリサです。今日はこちらの夏らしい花火とヨーヨーのネイルを作っていきたいと思います。使用するジェルは最近話題の100円均一のセリアから出ているこちらのジェルたちを使って作っていきたいと思います。使用するカラーはホワイトとスモーキーピンクとピンクとネイビーとバイオレットを使って作っていきたいと思います。それではどうぞ。ではこちらの花火を作っていきたいと思います。用意するお色はこちらのネイビーカラーとこの4色を使っていきます。こちらのチップにネイビーを塗っていきます。ライトに入れていきます。はい、ではこちらを二度塗りしていきます。はい、ではこちらをライトに入れていきます。ではこちらに花火を描いていきたいと思います。使う筆はこちらのセリアで売られているアート用の筆を使って描いていきたいと思います。ではまず中心を描いていきます。はい、こちらを一旦ライトに入れていきます。はい、では下に色付きの花火を描いていきたいと思います。
こんな感じでライトに入れていきます。はい、こんな感じに仕上がりました。筆がない場合は楊枝で作ることもできました。では次はヨーヨーネイルを作っていきたいと思います。用意するものは先ほどの色の乗ったパレットと、今回ヨーヨーはピンクのヨーヨーを作っていきたいと思います。では塗っていきます。丸く筆のこの開いたカーブを使って丸を作っていきます。はい、ではライトに一旦入れていきます。はい、では二度塗りしていきます。ライトに入れていきます。はい、ではまずヨーヨーの縁を白で囲っていきます。筆だと太いので楊枝に持ち替えて楊枝で模様を描いていきたいと思います。ではこちらをライトに入れていきます。はい、ではこちらもトップコートで仕上げていきます。はい、ではライトに入れていきます。こんな感じで完成です。はい、こんな感じで完成になります。この線はランダムに描いていきます。あんまりキチキチしない感じで適当に描いた方がすごい可愛いと思います。はい、こんな感じで仕上がりました。この線はランダムに適当に描いた方が可愛いと思います。はい、こんな感じに仕上がりました。このヨーヨーの線は、ランダムに描いた方が可愛いと思います。
んな感じに仕上がりました。とっても簡単で夏らしくてすぐできるので、皆さんもこの夏ぜひ試してみてください。ネイリストリサでした。この動画が良かったらグッドボタンかチャンネル登録をお願いします。